がもっともっとかっこいいところを皆さんに見せて、自分が大人なスーパーセクシーダイナマイトボディレディーだということを証明していきますからね。いや、さすがにスーパーダイナマイトボディはさすがに言い過ぎか。これでスーパーダイナマイトセクシーボディはちょっと無理があるか。全部聞いてあげちゃいました。ダリーさん、ありがとう。お、セナちゃん、セナちゃん、今日も元気ですよ。ツイッターは制限中だけど、今日ものびのび元気ですよ。でも瀬名さん来たから言うけどさ、あの特別な先輩結局なんなんっていうさ、あれだけど、自分さ、オーディション瀬名さんにやってもらったから特別なんでしょ。初めてお話しした人だから。瀬名さん覚えてないの？覚えてるよ。エペした、そうそうそう、エペックスしました。しかもチャンピオンも取れたよ。なんか瀬名さんが紅生姜が好きってお話ししてて、自分あんまり紅生姜好きないから、それ言ったらなんかうるせえ、口に紅生姜詰め込むぞみたいなこと言われました。恐ろしい先輩だね。おもろかった。でも全然緊張もしなかったし、おもろかった。あの時はまさか一般ピーポーの自分が先輩と一緒に見聞ができるなと思いもしなかったよ。しかもチャンピオンも取れたしね。自分がね、クレーバーで敵のことを撃ったんだよ。敵を倒してパンって倒して、ティナさんが最後のキルを取ってチャンピオンを取った。おもろかった。ウィスパーようこそ。合格おめでとう。ありがとうございます。これからよろしくお願いします。今度一緒に遊んでください。あら、いい話だったね。いい話だった。めっちゃ結構前だけどな。あれもどのくらい前だったかな。ちょっとお手洗い行ってこようかな。おしっこ、おしっこしてきます。おしっこしてきますはまずいか。一応配信公共の場か。ここはお手洗い行ってきます。はい、先輩バイバイ。バイバイ。はい、一旦バイバイ。はい、バイバイ。